こんにちは、サムライプロデュースの中井です。今回は CX5 KFK 専用のこちらの外側スカフプレートの取り付け解説を行っていきます。商品はこのような箱に入ってお手元に届きます。箱を開封すると中にこのようにパーツが入っています。そしてパーツを中から取り出すと、長いパーツが2本、短いパーツが2本中に入っています。まずは取り付け作業に移る前に、この表面についている透明な保護フィルムを剥がして、パーツの表面に傷や汚れ、へこみ、異常がないかをしっかりと確認してください。まずはフロントの取り付け位置の解説から行っていきます。おおよその取り付け位置は、ここの出っ張り部分とパーツにこのようにちょうど合うような形状になっていますので、ここをぴったりと合わせていきます。取り付ける位置はおおよそこの出っ張りの部分の中央部分に合わせてください。だいたいこの位置ですね。取り付ける位置が少し反対側にずれてしまうと、このように片側を押さえると反対側が浮いてしまうような形になります。正しい位置に合わせると、このように反対側を押さえてもこのように大きな浮きが起きなくなります。反対側も同じようにこちら側を押さえて、反対側に大きな浮きがない位置をしっかりと探してください。この位置ですね。この位置に合わせると全ての発色がしっかりとつく位置になりますので、この位置が正しい取り付け位置になります。位置を合わせたら、次は付属のマスキングテープを使って位置のマーキングを行っていきます。パーツの外側に沿ってこのようにマスキングテープを貼っていきます。反対側も同じように貼っていきます。で、外側の外周部分ですね、こちらにもちょうど真ん中ぐらいだけで大丈夫なので1枚貼っていきます。この位置を基準に取り付けを行っていきます。では次にリアの取り付け位置の解説を行っていきます。リアも同じようにここに少し出っ張りがありますので、ここにちょうどかぶさるような位置で取り付けを行っていきます。フロントと同じように反対側を押さえて、もう片方が大きい浮きがない位置を探してください。リアに関してはこちらは形状製作上真ん中部分が少し浮いたような形になりますが、この後でしっかりと押さえて取り付けを行えば問題はありませんので、少しの真ん中の浮きは大丈夫なのでご安心ください。リアも同じようにマスキングテープでマーキングを行っていきます。はい、これで片側のマーキングが終わりましたので、同じ作業を反対側も行ってください。では次に脱脂を行っていきます。脱脂にはこちらの付属の脱脂クリーナーを使用していきます。袋を開けるとこのような布が入っていますので、これを使って取り付け位置をしっかりと拭いていきます。脱脂が足りないと浮きや剥がれの大きな原因となりますので、こちらの作業はしっかりと行ってください。同じように全ての箇所をしっかりと拭いていってください。脱脂クリーナーで拭き終わったら、きれいなタオルを使って空拭きを行っていきます。こちらも脱脂と同じようにしっかりと拭いていってください。はい、これできれいになりましたので、全ての箇所同じようにしっかりと拭いていってください。
では脱脂が終わりましたので取り付け作業に移っていきます。まずは両面テープの赤い保護テープを剥がしていきます。こちらを剥がしたらマスキングテープに沿ってまずは角を合わせていきます。はい、この位置でぴったり合ってますね。そしてまずは軽くだけ全体を押さえて大きな浮きがないかを確認していきます。はい、全体的に問題ありませんね。なので一度全体を押さえていきます。そしてもう一度両面テープが当たっていない部分がないかを確認していきます。はい、すべてしっかりとついていますね。取り付けが終わりましたので次は圧着作業を行っていきます。圧着というのは両面テープが当たっている部分を指でこのようにしっかりと押さえていく作業になります。圧着が足りないと浮きや剥がれの大きな原因となりますのでこちらの作業はしっかりと行っていってください。このようにパーツ全体をしっかりと押さえていきます。はい、これで全ての圧着作業が終わりました。次にマーキングに使用していたマスキングテープを剥がしていきます。この状態で車を動かさずに約半日、車体と両面テープをしっかりとなじませてください。それでは半日経過しましたので、両面テープを当たっている面を手で触ってみて、浮きや剥がれがないかをしっかりと確認していってください。はい、すべてしっかりとついていますね。もし万が一浮きや剥がれが起きていた場合は再度しっかりと指で押さえて圧着を行ってください。それでは最後の仕上げにパーツの表面をきれいに拭いていきます。綺麗になりましたので、これで作業は全て完了です。お疲れ様でした。